ヨーロッパ中期予報センターは1975年に設立された国際組織である。所在地はイギリスのレディング。イケンダブリワフの目的は次の通りである。イケンダブリワフは1979年8月1日から原業用の中期気象予報を作成している。イケンダブリワフは2つの再解析プロジェクトを実施した。 最初の意見 WF 再解析は1978年12月から1994年2月までの再解析データを作成した。次のエラ -40 計画では1957年9月から2002年8月までの再解析データを作成した。意見 WF の加盟国はヨーロッパ地域の次の23カ国、意見 WF は 上記以外の次の国々とも協力関係を樹立しているイケンダブリュアフはイギリスのレディングのシンフィールドにある。2003年にイギリス気象庁がブラックネルからエクセターへ移転するのに先立ってメットオフィスカレッジが2002年夏にエクセターへ移転するまではメットオフィスカレッジとイケンダブリュアフは同じ敷地にあった。メットオフィスカレッジのあった土地には今は寮の建物が建っている。 ありがとうございます。